はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。今回なんですけど、勝率最下位のヒーロー、うららかおちゃこちゃん使ってやっていきたいと思います。なんとこのキャラね、勝率が 14% っていうね、かわいそうな結果になってしまっているキャラなんですよね。まあ、アルファのバグがめっちゃ影響していて、まあ、多分初動ファイト勝てないのかなっていうね。まあ、ベータが9になればかなり強いんですけど、アルファがバグあるし、ベータレベル1だと弱いしで、まあ難しいって感じなんで、今回解説しながらやっていきたいと思います。はい、初動ですね。まず飯田くんが瀕死なんで、しっかり飯田くん追いかけていきましょう。まあアルファね、ちなみにレベル上げるとどんどんバグ緩和されていくんで、とりあえずアルファのレベルをね、4ぐらいまで上げるとね、バグが一気に減るんでね、皆さんね、アルファバグ困ってる方はとりあえず4まで上げることを意識しましょう。でアルファ4まで上げたら、その後ベータに振っていくのが個人的にはおすすめです。ではしっかりね、飯田くん縛いてあげて、アルファ4になったので、もうここから普通に戦いますね。で、コンプレスが向こうに逃げていたので追いかけていきましょう。で、どこだってやったら上に登っていたんでね、しっかりね、ここはね、アルファ開けててからのベータ決め切っていく。で、コンプレスが着地際にまたベータで決め切っていく。ナイス。いいね。もうベータこれが強いよね。もう着地がりきんのも強いし、まあ一発当てればね、ほぼ確定で3発入るんで、まあ100ダメージぐらいは入るんですよ。ちなみにベータマックスまで上げても、まあ合計150ダメージぐらいなんでね、そんなにね、威力の差はないんですよね、実際のところ。さあ、これは空中で無重力から威力を狙っていきます。で、これ当たんないんで、これはしっかりね、投げを当てていきましょう。この最後の投げを当てることによってね、敵がひるむんですけど、飯田くんのスーパーアーマーでなひるみませんでしたね。で、つゆちゃんがいたので、つゆちゃん狙っていこうということで、つゆちゃんに対して仕掛けていくんですが、ちょっとまだね、このね、ベータがレベル6なんでね、しっかり当てることができませんね。これちょっと僕の技量不足で、しっかりここはセメントスを仕入れて、で、多分ね、このセメントスの仲間がダビとシガラキっていう感じなんで、とりあえず上ポジ取っとけば大丈夫だろうというわけで、上ポジを取っています。じゃあ、あのつゆちゃんは別パっていうところでね、つゆちゃんをとりあえず処分してあげたいって感じですね。つゆちゃん邪魔くさいんでね。しっかりつゆちゃんに当てようとしたんですが、ちょっと足りない。足りない。で、ぐるぐる回ってるけど、うまい感じにちょっと弾き返されてしまいましたね。まあ、これはドンマイなんで、一回これは下がっちゃいましょう。で、あの、つゆちゃん僕のこと追っかけてこなかったんで、しっかり回復入れ終わってから、上から奇襲をかけてくる。で、つゆちゃん発見。で、これアルファをしっかり活かして、角を直角で曲がって、つゆちゃんも逃げ切れないように、扉前を塞いであげましょう。はい、で、つゆちゃんここで GG ですね。ナイス。まあ、味方ともね、うまくね、連携して勝ちましたね。で、あと何人、あと何人、しがらきとダビがいるけど、ダビは獲得して、あとしがらきですね。しがらきがいて、もうね、こっからもうミス車になるんですよね。はい、ミス車です。まあ、このミス車になったらもう最強なんでね、もう誰も勝てないです、正直。もうこの車の当たり判定マジでバグレベルなんで、まあ、終盤戦とか特に最強で、室内戦も最強なんでね、あの、おちゃこちゃんはもうぶっ壊れてます。でも、バグのせいで勝率が最下位。かわいそうというわけで、霧島くんがいたんで、しっかりダメージを与えていきましょう。で、霧島くんね、これね、あの、特殊アクション使ってるとき3発当てると吹っ飛ぶんで、皆さんね、あの、吹っ飛ばないなーって思う方はね、3発当てることを意識してください。3発当たったらね、確定で吹っ飛ぶんでね。さあ、ここもふわーってなってから、上から誰狙おうというわけで、爆豪を狙いやすかったね、爆豪を狙っていきます。で、そのついでに爆豪とマウントリーを引っ殺してから、上ポジに一気に下がっていく。おー、ナイスですね。で、しっかりここ回復入れてから、もうまったり回復タイムですね。マウントレディが2体、巨人が2体出現したので、赤い方の巨人に、ね、ダメージを与えていきましょう。こっちの方がね、後ろっぽいなんか同じ動きしてんな。まあ、とりあえずね、まあまあいい感じになったんで、あの、体力回復しようと思ったら、イバラちゃんがいたんで、ここをしっかりダメージを与えていく。で、イバラちゃん相手にするのは若干めんどいんで、まあそんな前出すぎず、まあ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 、ぼちぼちでいきましょう。で、マウントレディシールド割って、120ダメージを与えて、イバラちゃん狙ったんですけど、車当たらず。まあ、これはしょうがないね。で、ここでね、全体のシールド回復をゲットしたので、使っていきましょう。まあ、やっぱなんかシールド不足に陥りがちなんですよね、連戦だと。やっぱ連戦続きって結構きついんですけど、まあまあまあ、ダメージ出すためには連戦していかなきゃいけないんで、しょうがないですね。で、まあ、とりあえずセントラル側を見に行ったら、なんかごちゃごちゃやってるなっていうわけで、セントラルにちょっかいかけてみます。もうここからもうミス車だいぶ強いんでね。もうミス車は終盤になればなるほど輝くし、混戦状況であればあるほど輝くキャラなんでね。ここはね、無理して爆豪を追わずに味方のカバーに行きましょう。さあ、イバラちゃんに一発当ててから車でごちゃごちゃしてあげて、で、このイバラちゃんはダウンしましたね。これどうやって倒そうかなーって悩んだんですが、マウントレディこっち見てないんでね、ここは確殺入れちゃいましょう。で、ね、ちょっとね、車とか使うのもったいなかったんで、しっかりここはフィニッシャーで、フィニッシュして、最後マウントレディ一体をみんなで対応していくっていう感じですね。結構ね、このマウントレディね、3人で対応しないときついキャラなんですよね。逆にね、3人で対応してあげればそんな強くはないです。
巨大感じもね、ダメージ3分の1ぐらいになるんですけど、その分当てやすくなりますしね。さあ、ここはしっかりと最後、アルファを決め切って、マウントレに GG。で、左にダビがいるから、今度ダビを狙ってあげましょう。おちゃこちゃんは結構ダビに対しては強いですよね。で、アルファ3発当ててから、これは飛び膝蹴りをしっかりかましていく。で、僕もシールド割られましたが、ここはダビと対マンしていきましょう。イダクミもいるんで、イダクミも巻き込んでいって、車を爆豪に当ててシールドクラッシュ。ナイスですね。で、ここもちょっと混戦状況になってきたんで、一旦下がりたいなということで、ね、ちょっと下がりながら行っていますね。で、ここしっかり回復していきましょう。今ね、フォーカスが僕に向いていないんで、ここは回復できます。で、味方も近くいるんで、ちょっと誰狙おうかなーって悩んでる感じですね。で、イバラちゃんが好きだらけで、なおかつシールドがなかったんで、ね、ここしっかり決め切ってあげましょう。で、車で吹っ飛ばしてから、ちょっとね、どっち行くか見てから、右行ったんで、しっかりここも合わせていく。で、このままね、車まだパーセンテージ残ってるんで、仕留め切ってあげて、ナイスハンティング。さあ、もうだいぶ終盤戦になってきましたね。6の11人なんで、7かけかな。相当かけてるね。まあ、うちのパーティー結構有利かなって感じですね。今、雷くんのスタンガン食らったんですが、関係なくベータを振りましょう。結局、おちゃこちゃんはベータを振り回しておけばなんとかなってきてしまう。本当に車が本体みたいなキャラなんで、車になるまで息を潜めておくのも結構ありだったりします。さあ、ここはとどろきくんを狙っていきましょう。シールドクラッシュ、パリーンしてあげて、一回下がって、これね、落ち着いて戦わなきゃいけないです。とどろきくんってね、結構ね、おちゃこちゃんアンチのスキルが多いんでね、落ち着いて戦いましょう。ここは追いかけていって、で車を二人同時に当てる。この神プレイでしょ、これもう神よ。で、トドロキくん瀕死なんで、しっかりアルファ当てて、ここはね、まだ車のパーセンテージが残ってるんで、格殺を入れていく。ナイス。で、イーダが上ポジに行ったんで、イーダに対して追いかけていきます。これすればね、1v1 になりますね。ダビは上に来ることができないんで、イーダを追いかけていきます。さあ、イーダくん待って待って。で、アルファ使ってきたんで、車使って、牽制して逃げたんで、当てていきます。で、アルファがもう今溜まっていないんで、ここはね、車吹っ飛ばして当てましょう。さあ、しっかり当たりましたね。これマジで強いわ。ほんとミス車なんだよね。もう車さばきは全てなんで、もういかに車うまく使うか。まあ、今一発車当てての、イーダくんしっかり格殺入れちゃいましょう。さあ今スキルが全部ないんでちょっと困るんでね、しっかり格闘で格殺入れていってから、ダビを先に攻撃して、左に雷くんいたんでね、今度雷くんに向かってダメージを与えていきます。で、ここは一旦体力がね、そこそこ合計値減ってるんで、体力回復をしてあげましょう。さあ、しっかり落ち着いて回復して、右側に雷くんいて、左にダビがいるっていう状況ですね。さあ、ダビに対してダメージを与えていく。ナイス。味方が倒してくれた。ここしっかり格殺入れて、あとね、右側ね、やり合ってる、雷くんパーティーですよね。雷くん放電している。そんなの関係なく車で突っ込む。ミス、車には関係ない、すべて。すべてを巻き込んで車でやっていくが、痺れさせてしまう。まあ、これしょうがないですね。で、大ダメージ食らうが、雷くんは氷に突っ込んで凍っちゃいました。このうちに僕は回復していきましょう。ちょっと若干ここで回復するのは怖いが、しかししょうがない。もうこうなってしまったね。さあ、もうね、ここまで見てね、残りの雷くんはソロってことがあってるんで、2発アルファ当ててからのベータダメージですね。これね、最大ダメージは与えれるんですよね。このコンボ多分300ダメージぐらい与えられるんで、アルファ2発当ててからベータ当てるとめっちゃいいですよ。おすすめです。皆さんぜひやってみてください。さあ、ここはしっかりバックウォーの格殺入れていって、残り部隊、2部隊って感じですね。で、ちょっと一旦山側がアンチなんで、裏クリアリングしてみたらイーダがいたんで、しっかりイーダアルファ当てていってあげて、もう一回当てて、ここでフルスウルトラ使われてしまう。で、ここすぐベータ、起き上がりベータやったんですが、相手のイダもベータ使ってくると。で、トドロキくんが凍らしてくれたんで、そのうちにアンチ内に入っちゃいましょう。さあ、イダどうする？イダこっちに走ってくるわ。車で縛いてあげて、イダくんは今ダウン状態で、イダちょっとアンチが行っちゃったね。イダアンチが行ったんで、車で弾こうと思ったら、トドロキくんのベータが決まり、イダは GG。ナイス。さあ、ラスト部隊ですね。ラスト部隊山上にいたんで、とりあえずね、山上のてっぺん狙ってます。てっぺん狙って、コンプレスに大ダメージ与えてから、次ダビですね。ダビに車を振り回していきます。で、ダビの起き上がりを待って、もう一回車を取り出して振り回してあげます。ダメージ50入ったかな。さあ、それでもう大体上ポジは取ることができました。ただ、コンプレスの位置がまだ分かっていないんですよね。なので、一旦超一番上ポジを取ってあげてからの、ポジションで味方が取ってくれてるんで、こっからどこいるんだどこいるんだって敵を探しています。そしたらダビがいたんで、ここのダビに対してダメージを取りに行く。まあ、これをアンチ外に押し出してあげましょう。ダビはね、上に登ってこれる個性がないんで、下にね、行かしちゃえばこっちの勝ちなんでね、しっかり下に行かせましょう。さあ、ここで登り際でね、味方がしっかりダビのことをカットしてくれていますね。ここで車を振りました。もう一回アンチ外に吹っ飛ばしてあげます。さあ、プルスウルトラ使ってるけども、これはもう体力的に間に合わなずに、というわけで、GG、ナイス。
まあ、勝率最下位のお茶子ちゃん、本当に最下位なのという回でした。まあ、これでも勝率 14% あるんですよね。まあ、本当にね、もう初動乗り切れるかどうかだけの数値な気がしてきた。マジで。初動ファイト強いオールマイトの勝率が高いからね。まあ、お茶子ちゃんは言うて強いですよっていうのが証明されましたね。9766ダメージ、12KO、ナイス。